どうもポーヤンです。前回バケツバーベキューやったんですけど、片付けがちょっと大変だったんですよ。で、今回は片付けがちょびっとだけ楽になるということで、アイテムを使ってやっていきますので、よろしくお願いします。で、用意するものはバケツと炭とアルミホイル。ただ厚めのアルミがなかったので、もしかすると穴開いちゃうかもしれないんですけど、早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。やべ、だんだん暗くなってきた。まず1個目完成です。2品目、クレイジーガーリック、粗挽き胡椒。多分大丈夫です。そしたら網を乗せて、でこのまま放置です。うわ、しくった、完全に穴開いた。そしていつものごとく待ってる間に一杯やりましょう。今日のビールはこちら、ピルスナーウルケル。乾杯。まずキノコの方いただきます。キノコうまかった。いただきます。暑すぎて上顎エロエロになった。